はい、どうも皆さんこんにちは、水田です。本日はね、95Hz が、まあ、3分切りできたっていうことで、やって2分台ですね、後半台ぐらい出せたんで、段サポート込みでなんだけど、今回はそちらの編成を紹介していこうかなっていうふうに思います。で、正直僕ランキング見ててケツにワンピーが入ってる理由が全く理解できなかったんだけど、僕はちょっと使い続けて、あ、これバンピいるわって思いましたね。多分みんな編成こうなってんじゃねえかな僕黒騎士よりオリビエ派だったんだけど、使い続けるうちに黒騎士でいいなっていう風になって黒騎士に舞い戻ってしまいましたね。ゾーイ、ジャンヌダルク、黒騎士でバンピーっていう感じかな。ゼタはまあ保険みたいな意味合いになってるんだけど、でカオスルーダーでこんな感じになっております。それじゃあ実際にどんな感じなのか、ダンボーナスありなんだけど行ってみたいと思います。で、僕はハデス、ハデスですね。ハデスバハでもまあ似たような動きができるんで問題ないんじゃないでしょうか。あ、リロ殴りボコボコするんでよろしくお願いします。で、基本まあデバフを入れて、ただここで僕はすごい安定志向でアローレインを入れてんですけど、どうなんだろうね、アローレイン入れてない人もいるんじゃないかな。僕は安定のために入れてます。入れない方がスピードが出るとは思う。ただちょっとそういうのの対応策でグリームニルとか入れてる人もいるみたいだね。一応危ねえなっていう風に思った時にグリームニルでシールドを貼ってっていうような動きをできる人は強いらしい。うん、ただ僕はそういうのができないんで基本的に、アローレインでリスクヘッジしてますね。瞑想入れた方がいいかもしれないですね。瞑想入れるんじゃないかな、アローレインの枠に。アローレインの枠に瞑想を入れて奥義ゲージを調整して戦ってる人とかもいそうな予感が僕の中ではしましたね、使ってる感じだと。で、僕は1ターン殴った後に恐怖を入れて、恐怖を入れてそのまま殴り続ける。あ、俺0ターンで入れてたわ。よいしょ。でもう特にここら辺も気にせずに殴り続けますね。で、ここから先大事なのが、25% を過ぎて、そのゾーイのニアビですね。ゾーイのニアビが上がった時に、ゾーイのニアビを使えるようにしておくことっていうのが割と大事。よいしょ。だから、ジャンヌダルクは落ちても構わないんですよ。ここで落ちるんだったらもうちょうどいいですね。これで、HP を見る。ちょっとなんかやばそうなんで、アテナ使ったり使わなかったり。ここで HP 他のやつが全員残ってるのは大丈夫そうだなっていう感じだったら、アテナも使わずに特貫かけますね。よし。で、ここでクリアハーブ。相手の攻撃バフをディスペルで消します。これどっちでもいいんだけど、モーション短いこっちなんで。で、2ターン殴って、ここで恐怖を昔入れてたんだけど、火力があれば、なんか消し飛ばせそうなんで、入れなくなりましたね。このまんま飛ばして、はい。飛ばして、あ、足りなさそうだ。それを入れます。まあ、ここら辺は臨機応変で調整していきましょう。よいしょ。まあ、あとはもう殴り通すだけですね。基本的にやっぱ、こういう風にただ何も考えず殴り通せる環境づくりみたいなのが大事みたいな印象ですかね。で、ここで 25% 突破。今回はなんかタイミング良くてゾーイ上がったけど、基本的に 25% 超えた時は、あれですね、ゾーイ上がんないっすね。で、相手の防御2段階目でディスペルを剥がす、で剥がすんですよ。ここでバンピーがいるようになってくる。僕今回黒騎士やったけど、バンピー黒騎士やったけど、普通黒騎士バンピーでやらなきゃいけないから、こうやって、ここで通して、ディスペル、相手の防御アップをディスペルで飛ばす。僕は防御をさらに増やす、みたいな形でやってたけど、それだったらちょっと遅かったみたいですね。まあ、こんな感じで、ギリギリ、2分後半だったり、3分、P 秒だったりとか3分2秒3秒5秒ぐらいで倒してるような気がしますね。ってことで、僕が 95Hz 3分があるときはこんな感じでやってるよっていうような動画でした。まあある程度参考になれば、こっから芝とか、まあ、僕もさっき言ったようにグリームニルとかを入れて時短を測ったり、ヘクトルとかでね、あ、ヘクトルじゃない、アヌビス、僕毎回ヘクトルって言っちゃうんだけど、アヌビスとかを入れて時短を測れるらしいですけど、持ってないんで分かりません。そんな感じで僕の 95Hz でした。またお会いしましょう。バイ。